やり込みとはただひたすらに鍛錬の道、己を信じ邁進する修練の獣道。やっ、やり込みバカ一代。今月の演目は本年度のやり込みキングを決めるやり込みグランプリ2007より1分。今月のやり込みグランプリは久々のシューティングメガブラスト。メガブラスト、ビットから4方向への攻撃が可能な戦闘機メガブラストを操作し、全8ラウンドを進んでいく横スクロールシューティング。今回のやり込み内容はベリーハードモードを連射装置パワーアップアイテムなしでノーダメージクリア。このやり込み最大のポイントはパワーアップアイテムの使用禁止。敵の攻撃の当たり判定は基本的に機体のこの部分になる。しかしアイテムの当たり判定はビットを含むこの部分となり、当たり判定が大幅にシビアになる。このためどの敵を倒さなくていいのか、どの敵を倒すとアイテムが出るのか、倒すならどの位置で倒せばアイテムが進路の邪魔にならないのかを全て把握しておかなければならない。この過酷な状況を投稿者はどのように乗り越えたのか、早速見ていこう。ラウンド1、ラウンド2ともに危なげなくクリアしていく投稿者。そしてまず最初の難関となるラウンド3のボス、インフィニティグレート。インフィニティグレートはまず画面中央を左右に移動しながら攻撃してくる。その後上下移動に変化。ある程度ダメージを与えると螺旋状に攻撃してきた後、上下に高速移動しながら乱れ打ちをしてくる。これらの攻撃を全て避けるのは至難の業だが、投稿者はどのように対処したのだろうか。なんと驚異的な連打で乱れ打ちをしてくる前に撃破。ラウンド4も冷静に行動して問題なくクリア。そして今回のやり込み最大の山場はラウンド5開始直後に起こる。まずバリアを張った敵が8体登場。その攻撃を避けた直後に防御力の高い敵が8体登場。さらにバリアを張った敵が8体登場。まさに弾幕の嵐となるが、必要最小限の動きでかわしていく投稿者。まずあらかじめバリアを張った敵の出現ポイントで連打して3体倒す。そして敵の弾の間を縫うように避けながら攻撃していく。その後防御力の高い敵がこのような軌道で飛んでくるので、弾を避けつつ磁気を画面右下まで移動させる。防御力の高い敵が磁気の上を通過したら、弾に当たらないように注意しつつ画面右上に移動。間髪入れずまたバリアを張った敵が飛んでくるので、すかさず画面左に移動。少しずつ下に下がりながら敵の攻撃を避けていく。では今の解説を踏まえた上でもう一度ご覧いただこう。これぞまさに研究と修練の成果である。お見事。最大の山場を乗り越え、無事ラウンド5をクリアし、ラウンド6でのボスクラッカー戦へと突入していく。クラッカーは前後左右に移動しながら攻撃してくる。しばらくすると2発ずつだった攻撃が4発に増える。変形後はランダムな攻撃へと変化するが、投稿者は思いがけない攻略法で戦っている。投稿者はひたすら攻撃を避け続け攻撃をしない。すると攻撃が4発に増えることなく、クラッカーは変形してしまう。そしてこの変形時から攻撃開始。クラッカーの背後に陣取り、連打を食らわせて速攻撃破。ラウンド7、
やり込み達成目前にして投稿者は思わぬ形で最大のピンチを迎えることになる。6体出てくるバリアを張った敵のうち5体を倒しアイテムを出す1体は攻撃を避けつつ逃がす予定だったが、6体全て倒してしまい進路にアイテムを残してしまう。アイテムを取りやり込み失敗かと思われたが、なんとこれを数ミリ単位の動きで避ける投稿者、まさに神業。予定外のピンチを切り抜けた後も慌てることなく行動し、ラウンド7も見事にクリア。そしてついに最終ラウンドに突入。ラウンド8は今までに出てきた各ラウンドの中ボスが総出演する。ラウンド6の中ボスのチャックンだが、可愛い見た目に反してかなりの強敵。実際編集部ではチャックンが一番手強いという声が多かったが、投稿者はチャックンの足には当たり判定がないことを発見。下からの連打で難なくクリア。続いてラウンド7の中ボス、バブルン。バブルンは無数の気泡を身にまとい、およそ1秒に1発ずつ気泡を飛ばしてくる。身にまとっている気泡を全て破壊すると第2段階へ。バブルンは炎を吐きながら一度に4発ずつ気泡を飛ばしてくる。正面で戦うのは危険と判断し、背後に回り連打を食らわせ撃破。ついに最終ボス。最初の弾幕には安全地帯がある。それは3ウェイファイヤーの上と真ん中の間で、ボスの弱点に時期のショットの下半分一発が当たるところ。そしてフォーミングミサイルを避けつつ一周回って安全地帯に戻り攻撃。最終ボスの足の部分は当たり判定がシビアなので、かかと部分に当たったり踏まれたりしないように注意しつつ、これを繰り返し最終ボスを撃破。見事やり込み達成。やり込みは一日にしてならず、恐れずやり込め。君の挑戦を